はい、どうも翔平 TV です。本日は翔平 TV イベントの模様をお送りいたします。前回の動画では皆さんの紹介をしましたが、今回は紅白戦の前半戦をお送りいたします。翔平チームピッチャーはフレイム君、キャッチャーは昴生です。さあ、中学生でね参加してくれたんで、さあどんな立ち上がりを見せてくれるか、いざプレイボール。さあ、バッターはジョージさん。はい、まずまっすぐですね。ナイスボール。いいですね。すごいね、風がやばかったんですよね。はい、2球目。はい、こちら変化球ですね。真ん中決まってストライク。さあ、キャッチャー昴生ということで。はい、お次。次打った球はレフトフライとなりまして、ワンアウト。いいピッチングですね。そしてお次は田代さん。はい、田代さん打った。筋肉で打ったって感じですね。はい、こちらもレフトフライ、ナイスキャッチですね。レフトナイスプレー。そしてお次、ナーグリスさん、すごい避け方ですね。はい、そしてお次のボール、はい、こちら外の変化球ですね。ストライク。そしてアウトのところで、こちらアウトロー、ビタビタストライク、ツーストライク、ワンボール。そしてこちらインコースまっすぐ、これはヒットとなりまして、はい。さあ、お次バッターリキさん、フォアボール。ランナー一二塁のところで大泉さん三振となりまして、チェンジ。そして良平チームはパパニキさんが先発です。この日良平はですね、仕事でねいませんでしたんで、この時はキャプテンエガちゃんでした。さあ、パパニキのピッチング、はい、こちらツーシーム、はい、ライトに行きまして、ライトがね打球見えなかったのかカバーにいたのかわかんないですけど、コロナが遅くなってツーベースとなります。さあ、お次田中さんです。こちらツーシームですね。変化がすごい、ツーシームすごい。こちらサードヒロト、ポロって、さあ、送球もダメで、これは失策ですね。これは良平もよくやりますけどね。さあ、切り替えていきましょう。バッターは三浦さん。はい、ナイスボール。ツーシームで空振り。風がやばいです。風が、変化もすごい、三振となります。そしてバッター作る、ツーシームを流して、これが抜けます抜けます抜けます。これで1点先制。はい、これで1対0となります。そしてバッタークラク君、はい、まっすぐを空振り、結構速い球ですね。こちら同じでしまって三振となりました。そして次、森田さんも三振なりまして、いい球すぎますね。そして2回です。さあ、ご覧の通りかなりの強風でね、これは本当に終始この状態でした。もう皆さん本当にこれお疲れ様でした。なんか良平がテロップやってますけど、はい。さあ、風の中ね、はい、インコース高め、空振り取りまして三振となりました。伝統のさん残念。そして破壊王、ショートゴロでアウトとなりまして、チェンジ。さあ、ピッチャー変わりまして本山さんです。さあ、どうなりますか。さあ、本山さん、まずほい、力強いね、まっすぐですね。すごいです。バッタークリッチです。クリッチ頑張れ、クリッチ、クリッチ頑張れ。もう僕の推しですよ、クリッチは。はい、こちらまた打ちましたね。さあ、真ん中構えた、高め、はい、こちら、はい、残念、これはしょうがない、高めですね。高めは禁物です。
バッターは昴生。さあパワー対パワーの対決です。これは愛昴生しっかり見逃しております。さあいけるか、確信ホームランいけるか、すごい下を振ってました。さあまあ昴生とはね取材とか向こう図で会ってるんで、はい、結構氷ありますよ。そして最後、はい、外見逃してフォアボールとなります。さあ次三上さん、最年長43歳、インコースまっすぐストライク。そしてはい、これ真ん中ですね、まっすぐ空振り。そして追い込まれて、はい、こちら高めですね、空振って三振となります。そして山越さんです。バッターは17歳。あ、来た、これもファウルですね。そして高めのストレート、三振となってしまいます。さあそして3回です。ピッチャーはクラク君に交代しています。さあ落ちるか落ちるか、これはヒットとなるのか。さあそしてバッターエガ、ちょっとボールを打ちましたけどね。これはどうなりましたか、これはレフトフライとなります。そしてバッター GG 五郎くん、こちらどうですか、サードゴロ、アウトとなりましてチェンジ。そして元山くん VS 翔平 TV です。翔平風のためねサングラスをしております。かけてホームラン宣言はしておりません。さあ元山くんはねもうまっすぐオンリーで行くと言ってたんで、真っ向勝負ですね。これえぐい球っすよ、わーっと、もうズドーンですね、ズドーンですね。ちょっとタイムをします、タイムをします。サングラス見づらかったと、すいませんね、ありがとうね。さあこれでガチでいきます、ガチでいきますよ。さあ打ち気です。でこちら外に外れてちょっとね気が楽になりました。はい、ノーツーとなります。さあノーツーとなってノースリー選ぶか打つか、来た来た、これはライナーだ、これはライナー、センターライナーかなーと思ったんですが、これはセンター越えまして、はい、元山くんはとてもね膝からも落ちましたね。まあでもこれはもうパワーとパワーの対決なんでね、勝者翔平 TV。 そしてお次バッターゆささん、空振りとな、空振りじゃねえや、見逃し三振です。そして次のバッター上野さん、さあスピードボールがどんどん来ますよ、合わせてね。さあ打ちました、ファウルボール。そしてちょっとね映像曲がってますけど、はい高め、空振り。そして追い込んだところで変化球、ヒロト取った、投げた、お暴投です、2個目です、2個目です。さあこれで翔平は、はい、ふざけてね、はい、ホームインしました、イエ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 イと。はい、元山さん頑張って、バッター田中君、またサードゴロ。はい、次はしっかりね、しっかりしっかり成功、また今日もやってますね。はい、3個目のエラーということでセーフとなります。バッターは三浦さん、三浦さんインコース、また今度パパニキがもうお前にはもう任せられんっつって、はい、発表しました、ショートゴロ。はい、そしてつくるくんです。はい、つくるも空振りと、はい、いけねえよーみたいな感じでしたね。はい、4回いきます。ピッチャーは GG 五郎にチェンジとなります。五郎はねいいやつですよ、もう結構長いんでね付き合いが。はい、五郎対クラック君です。はい、ナイスボールです。はい、真ん中高め、ちょっと甘いですね。はい、これはショートゴロ、うまい、はい、ナイス送球、
しかしこれはファースト本山さんが取れずセーフとなります。そしてバッターフレーム君、はい、こちら変化球を投げてセカンドゴロ、アウトとなります。そして森田さんです。はい、こちらねタイミングを外したスライダーで三振となりました。ナイスピッチング。次回後半戦最後に衝撃の結末が、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのがあのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したらそうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけどまだモンタナさんの方の登録も終わってはいないのでデサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいてそうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。